それではカデットオープン第5戦決勝スターティンググリッドをご紹介をしてまいります。見事この決勝レースポールポジションを獲得したのはゼッケンナンバー39番ルーチェモータースポーツ澤田龍聖。タイムトライアルトップタイムをマークいたしました龍聖がこの決勝レースポールポジションからのスタートです。そしてその横2番手からのスタートはゼッケンナンバー23番 HRS ジャパン柴崎美琴。隣龍聖とともに2つの予選ヒートそれぞれトップチェッカーをくぐり抜けていきました美琴。それでもタイムトライアルで龍聖がトップということでポールポジションは澤田龍聖、美琴がアウト側2番手からのスタートを迎えていきます。さらに2列目3番手からのスタートはゼッケンナンバー64番です樋口レーシングチーム中野恭介。この中野もタイムトライアルでは4番手ヒート1で4位そしてヒート2、3位と右肩上がりにポジションも上がってきました。さあこの決勝レースはさらにここからどこまで上がっていくのか。4番手スタートにはゼッケンナンバー33番です SD スタイル with 高木プランニング藤原道長。この道長も朝から徐々にポジションが上がってきました。5番手からのスタートですゼッケンナンバー11番カートガレージクラッシュメイト飯田一斗。6番手スタートにゼッケン77番 T スタイルウィズブルート近藤海流。前回優勝を飾りました海流は6番手からのスタート。7番手からゼッケン37番の赤池凛と8番手スタートにゼッケン95番ランキングリーダー高橋香音。9番手からはゼッケン7番の松本瀬奈、10番手上田壮大、11番手の成川壮介、11番手三田村優斗と今グリッドを離れていきます。今日は共にトップポジションを争っている澤田龍聖対柴崎美琴。この両者がフロントローを分け合ってこの決勝レーススタートを切っていきます。さあ現在コース上ではそのフロントロー両者の間に前回ウィナー近藤海流を挟んでのウォームアップが行われました。5コーナーを立ち上がって7コーナー付近で隊列を整えてきましたカデットオープン12台。さあしっかりと12台が隊列を整えて最終セクションへと入ってきましたカデットオープン第5戦。ここからは12周の決勝レーススタートに向けて誘導ラインに入っていくフロントロー澤田龍聖対柴崎美琴。イエローラインを通過ブラックアウトスタートが切られていきます。まずは1コーナーホールショットは龍聖、そして2コーナーではミコトが早くも様子を伺っていきますが龍聖ミコト3番手中野恭介。さあ5コーナーで早くもミコトが飛び込んだブレイキング勝負挑んできましたミコトが前、しかしタコツボの進入では龍聖だ。早くも龍聖対ミコトがぶつかり合ってく
バトルを始めたか、中野恭輔とイット。さあイットが11コーナーインサイド狙っていくが、アウトから中野もカバー。さらにその後ろ5番手にはカイル、藤原が少しスタートからポジションを落としたか。道永がポジションを落として、現在道永6番手でオープニングラップ終えてきました。その後ろに赤いクリップの高橋カノン、上田壮大、松本瀬那、中村優と成川壮介と続いていきます。オープニングラップ、まずはポール雄星がリーダーで帰ってきましたが、2周目もまだまだ美琴とのバトルが続いています。大きく間が空くことなく、この序盤サジェットオープン12台がまだまだ連結をしていくか。さあバックストレート入り口ではイットと中野恭輔がやり合う、隙をついて道永が前に出る。さらにイットの加速が遅れる中、カイルが前に出てきたか。この辺り4番手以降がポジション入れ替わってきている。まずはトップで流星、2番手美琴、3番手に中野恭輔、4番手上がってきたのは藤原道永、その後ろに近藤カイル、リーダーイットが遅れて6番手、赤いケリンと高橋カノン。この辺りは先ほどのポジションは変わっておりません。徐々に前2台、流星と美琴が少しずつ抜け出ていく。さらに3番手の中野恭輔の後ろ、道永が近づいてきまして、さあここ3番手争いも2台横並び。そこにカイル、イット、リンとカノンといったあたりも加わっていくことができるでしょうか。6台での3番目争い、パッチが組まれています。さあ2コーナー、道永がインサイドを並んでいくが、ここは前には出られない、逆に失速。さあ後ろから今度は近藤カイルが狙っている。カイルは5コーナーでは入らない。その間にトップ争いは再び流星と美琴がくっついた。これで3番手争いは中野恭輔を先頭に、まだまだここは隊列トレインが組まれていきます。中野、藤原、カイル、イット、リンと、カノン、さらにその後ろに松本瀬那、上田壮大といったあたりも近づいてくっついてきます。さあ連結が始まってきました。前のマシンとガッチャンコ連結をしていきます。5コーナー、ここで3番手争い、中野の横、藤原、さらにカイルも飛び込んだ、カイルも飛び込んだ。中野は少しが5コーナーラインを外してしまったか、息も失って2ポジションドロップです。さあどの辺りも3番手集団がまだまだ連結中ではありますが、トップ争いもぴったりと張り付いています。まさにトレインのように連結状態のトップ争い、流星対美琴、ほぼ同じペースでしっかりと2人がくっついている。3番手以降も9台ほどのマシンが連結中、これで現在は6周終了、終盤です。さあこの9台の3番手争い、現在グループリーダーには33番藤原道永がこの集団の先頭を行く。おっと、その前トップ争い、バックストレートエンド11コーナーで美琴が動いてきました。さあここで流星をかわして美琴が11コーナー前に出る。6周終了、美琴がラップリーダーで帰ってきましたが、すぐさま2コーナー、美
右の2コーナーで流星がその美琴をかわしていく。すると今度は5コーナー美琴がかわすと、さあ再びこの両者バトルが始まっていきます。負けず嫌いなこの2人、さあ気持ちの現れでしょうか。2人が意地と意地をぶつけ合いながらバトルを続けていく。3番手争いは依然藤原を先頭に、後ろカイル、さらに中野京介が5番手、6番手にイット、7番手には赤池凛と、8番手に松本瀬名が上がってきたか。さあ松本瀬名も一つポジションを上げています。後ろ高橋カノン、成川宗介、上田壮大とまだまだ続いていく。さあそんな中赤池凛斗が動いていこうとしているか。2コーナーで目の前のイーライットのインサイドを伺っていった凛斗。トップ争い、そして3番手争いと目が離せない状況の残り5周。さあまだトップ争い2人は並んでいます。もうまさにライバル対決、お互いの力は互角です。流星対美琴。そして徐々にではありますが、この3番手集団の残り4周終盤に入ってきまして、3番手の道長、4番手のカイルといったあたりがばらけ始めてきたでしょうか。表彰台圏内3番手、あっとっと後ろで赤池凛斗が5コーナーブレイキングミスか。凛斗が遅れてしまった。3番手の市長、4番手カイル、ここがばらけて5番手争い、中野京介の横をイットが11コーナー飛び込んでいきましたが、2人接触があったか、失速してしまった。さあこれで中野、さらに松本瀬名がこれで6番手に上がってきます。瀬名は6番手、7番手にカノン、ヒットは落ちて8番手、ドロップで8番手、成川、上田、赤池凛と11番手、中村優斗と10周目に入って残り3周です。さあ残り3周、タコツボの折り返しはトップ争い、まだまだ続く流星対美琴のぶつかり合い。狭い最終13コーナーで流星が飛び込んでいく。タコツボの折り返しで美琴が前に出ますが、最終13で流星が再び前。さあ今度は2コーナー。さあこの辺りは流星と美琴、バトルが激しくなってきておりますが、非常にクリーンなバトルです。さあお互い相手のラインはしっかりと分けながら、無理に突っ込んでいく、飛び込んでいくということはありません。相手が入ってこればスッと身を引く、そんなクリーンなバトルが続いています。さあこれでいよいよ残り1周、トップ争いはぴったりと張り付いたこのテールトゥーノーズ状態で、第5戦決勝も残り1周です。12周目に入ってきました。全く決着のつかないこのトップ争い、残り1周、流星を先頭に入っていく。流星は5コーナー、ここはインサイドをブロックをしていく。さあ美琴はラインをうまくクロスさせていけるか。立ち上がり勝負はインサイドは流星、もうここは流星もしっかりとインをブロック、全く開けません、インサイドは開けない。ならばアウト側から美琴も仕掛けていけるか。さあバックストレート、ここは流星まだまだインをしっかりと抑えていく。
さあ見事はこの後最終13コーナー入っていく。そして11コーナーでは3ワイド、最終コーナー立ち上がって、さあ並んできた並んできた並んできたが100分の3秒差、100分の3秒差で澤田龍聖が前でのチェッカー。そしてこのもつれ合う集団の中、成川宗介が一歩の前だ。まずはトップチェッカーは100分の3秒差、0秒03というタイムギャップで澤田龍聖がポールトゥーウィン。柴崎美琴は2番手です。3位表彰台には藤原道長が上がりまして、近藤カエルが4番手、松本瀬名が5番手、6番手に高橋香音、7番手の成川宗介、8番手に飯田一斗、9番手中野京介、10番手で赤池凛と上田壮大、11番手中村優斗、12番手とカデットオープン12周の決勝レース終了です。